そろそろか。ああ、そのはずだ。いよいよ全てが明らかになるんだな。ああ。ところで、お前に頼まれて調べてた真島っていう男の行方なんだが。どうした？何か分かったのか？それがさっぱりなんだ。あの舞台から落ちたってのが本当なら生きてるなんてことはねえと思うんだが。死体は見つかったのか？いや、清水には死体どころか痕跡すら残ってねえんだ。そうか。なんだ、お前さん悲しくねえのか？いや、それだけ分かれば十分だ。あ？何を言ってるんだ。いや、何でもない。待たせたな、達也の旦那。はるか、ごめんね、遅くなっちゃって。おはる、お前どうしたんだよ、その格好は。おはるの門出やからね、きちんとした格好させてやらな、鶴屋が笑われちまう。おかみさん、あんた。おはる、あんた決して自分に嘘ついたりしたらあかんよ。身受けしてくれたお客さんの話しっかり聞いて、これからのこと決めるんやで。おかみ、あんた結構いいところあるんじゃねえか。意外だな。あら、いやいや、わあ、うちを鬼のように思ってた先生。いやいや、そういうわけじゃねえんだが。まあ、そないなことよりお迎えはいつ来るんやろか。そろそろ来てもいい頃なんだが。桐生一馬之助という男とお春という娘はおるか？俺だ。はい。先の征夷大将軍徳川家康公の命でお迎えに参りました。家康だと？どういうことだ？さあな。